ぼんやり駐車場をどういう方法でやっていこうかっていうのが道筋というか形がなんとなく見えていればいいかなっていうことと、まだまだこの森の数に欠けている視点がいっぱいあると思います。でそれができるだけこう振り起こされて、あこういうふうにやっていかなきゃいけないねっていう、まあ月のこう課題が見えていけば次へ進んでいけるかなと思います。で私がまあ一番師と仰いでいる先生がですね、いろいろ私に教えてくれて、で言った言葉がですね、まあやっぱり愛だけじゃダメだと。愛はもちろんだけなきゃダメなんですよ。でも今日はもう皆さん関心があったこういうふうに来てくださってると思うので、やっぱり技術っていうのは知識がなきゃダメだと。バリアフリーはバリアがあったらそれをなだらかにする考えだと思うんですけども、ユニバーサルデザインっていうのはもともと誰でも使いやすいものっていうのがまあユニバー言語、もう一つのバリア、はい、例えば私たち外国に行くと言語ってものすごいバリアです。今日本語でこういうふうに喋ってるうちではバリアじゃないんですけど、やっぱり外国に行った時は言語がバリアなので、例えばユニバーサルデザインなんかになると言語がなくても分かるっていう、うん、誰でも分かる、うん、だから言語なし、ユニバーサルってことはみんなでいい、そうですね、あの元々はその設計デザインを誰もが使いやすいの、商売他にあるのは人種民族ですね、で2位宗教、貧困、ジェンダー、 LGBTQ、 あと高齢者、子供で、あと年代ですね。でこれ何が言いたいかというと、一個一個独立してるんですけど、もちろん絡んでます。例えば移民による貧困とか、なので私、インクルーシブを実はやりたいと思ったのはですね、実はそれまでも障害をやってたんですけど、なんか障害だけじゃないよなっていう気持ちがあったんですね。自分はこれがいいと思って今インクルーシブミュージアムとかやってるんですけど、私、変わっていく方がいいと思うんですね、うん、やっぱりそれはより良くなってるんだと思うんですよ。よりインクルーシブ社会が良くなるようにっていう風な概念に変わっていってるので、これに私、固執する気は全然ないんですね。お聞きしたいのは、これ誰が誰に対して思い入れるんですか。他にも駐車場があるじゃないですか。でそこだと辛いなとか大変だなっていう人が、ここは、まあ、あの一番近いし、まあ、一番来やすいよね。ではそこをそういう場所をどう呼ぼうかって感じで、遠いところに車を置いてここまで歩いてくるのが大変な人って誰だろうっていうと、まあ、最初僕ら浮かんだのはそれこそ車椅子だけど、でもそうではない。果たしてこれを思いやり駐車場と呼んでいいんだろうって。けどなんか思いやり駐車場っていうのもそんなもん書かなくっても、みんながみんなそういう人たちに対して思いやるような、駐車場だけじゃなくて全体のデザインがちゃんとなってなきゃダメやっていう感覚を実はずっと思ってました。だって一発でうまくいこうなんて思うこと自体が間違いだったわけでさ、それって結局それこそインクルーシブじゃないわけでしょ。それ利用者も変わっていくわけだし、来る人も変わっていくわけでさ、体感しながら作っていく。だからそれが僕らの学びの場でもあるわけだよね。利用する人じゃなくてそれを見てる側が、まあ、そこに止めてる人は何か事情があるんだなっていうことを常に思いやるっていう意味合いで伝わるような場所になるようになる。私も実はもちろんトライしてエラーするのが一番いいと思っていて、思いやりっていい言葉なんですけど、ちょっとやっぱ力のある人とパワーレスな人で使うと嫌な言葉になってしまうという。特に車椅子とかっていうのが僕らついついそう言っちゃうけど、それではだけではないし、それ以外の排除されてたっていうか、アクセスできなかった人たちがいるってことに気づいたのが大きいよね。一番大事なのはその駐車場を作るプロセスでみんながこうやって語り合うことで、多分それ一人増えればまたどんどん新しい意見が出てくるし、あの永遠に解決しないかもしれないけど語り合い続けることが大事。お互いが知る、いろんな人がいるということを知る、すごくいいきっかけになると思う。僕らがその車椅子の方の気持ちを知るっていうことだけじゃなくて、そしたら楽しんでいただくことができるかっていうことも考えられるといいねということ
ワークショップって何かを解決して完成させるっていうことよりも、うん、こんなことが問題だよねとこんなことが課題だよねっていうところを炙り出していくというか、うん、まあ、完結するということじゃなくて次への、スタートを切れるような、うん、そんな状態になっているといいのかななんて。みんなでワイワイ見て回ってそのネガティブな発想になるっていうよりもこうダメだよねじゃなくてこここうしたら、まあ、みんな楽しいよねとかさ、なんだろう、そのユニバーサルアクセスもなるしこんなことしちゃったら面白いよねみたいなプラスのアイデアが出てきたら今日いいなと思う、ね、これを乗ったからって多分気持ちが分かるなんて簡単に言えないかもしれないけど、ぜひいろいろみんな試してみてこういうこの学びの機会っていうか気づきの機会にしてもらえたらいいなというふうに思います。どこにバリアがあるっていうことに気づくっていう、うん、滑って回っちゃうのか、この辺りで回れる何かこうコースがあったり気づきの体験の五感の取れるみたいなのあったりとかしたら面白いかなと思うんだけど、ここ見て歩いてないじゃんみんな普段、なんかここをうまく整備するだけでも多分いろんなもの見えてくると思うんだよね。どんなネタがあるかなって僕らも考えてるし、その車椅子の人とかいろんな人たちと一緒にさ考えたら、そういう穴とかそこすごい住処になってんだよ。視線がやっぱり低いです。植物よくしゃがんだ状態で歩いてるみたいな、傾斜に敏感になるなって感じ。傾斜に敏感だ、傾斜に敏感になるってことは水の流れとかさ自然のそれも気づけるってことだよね。この辺にちょっとした植物があるだけでも目が近くなるので、うちの施設も一応車椅子が入れる木道はあるんですけど、多分その車椅子の視点ではそういう森の中のデザインとかもできてないので、こういうところにやっぱ植物があるとまたその車椅子の方もいっぱい触れ合えるかなって感じがしますね。いい意味では楽しむツールにもなるんですけど、彼らはそれに乗らねばならないという、うんうんうん、だからそれをなんかこう相手の理解とか楽しいとかっていうメッセージ以外の視点で何かこう紹介できたら一番いいかもしれないなと思うし、そのやるぞっていうことよりもそのトレイル作るまでをインクルーシブにやっぱりすべきだと思うんですよね。だから逆に私森いいと思うんですよ、ストレッチャーの人すごいよみたいな、うんうん、なぜなら上しか見てないですか。そうよね、すごく気持ちいいと思う。日陰に入った瞬間のひんやりとしたっていうのもなんか立ってる時とこの高さっていうのはやっぱりなんか顔とかじゃもそうだし、足とか手とかそこら辺に伝わる感触も違うし、それは日差しが強ければ辛い部分にもなるし、でも自然を感じる一つの感覚の伝わるポイントにもなるかもしれない。怖いんですよ、相手のこと知らないカルチャーの人なので。怖くないですか、障害の車椅子の人がいてどう接したらいいか分からないです。そう、そういう意味、そういう意味で怖いんですよ。寄り添うっていうんだけどちょっと怖いんですね。でもその怖さってやっぱり出会って慣れていくっていうことが結構やっぱり重要っていうか、うん、第一歩はなんか構えずにそれだなと思って、とにかく来てもらってみんなが出会えるといいなとは思ってるんですけど、あとはベンチの横必ずね介護者の人も一緒に座れるようにとか、よく重要だと介助者に話をするんですけど、必ず本人にっていうか、例えば全く反応がない人でも、うん、やっぱりここに連れてきたってことはやっぱり何か感じてほしいと思って連れてこられたんですよね、連れてこられた方は。その例えば私のお話は理解できなくても葉っぱに触ってもらうとか、よくで介助者とお話をしてしまうんですね、うん、やっぱこの方を連れてきたいっていうんで来たんなら、その方と必ずお話をしてください。介助どうする人はどうだろう、ちょっと手離してもらっていい、まあ、まあギリギリこのこんな感じだね。これさ寄せてかなり近いところでこういう通れる場所があればものすごい気づきがあると思うんだよね。いろいろ見ながらこの視点で歩くといろんなものが見えてきて可能性が見えてきて、なので今度実際に車椅子の人たちと相談しながらコース作れたらいいよねみたいな話が出てきたりとか。ここもうちょっと平坦ですよね、うん、そうそう、ここだけ森を感じるっていうあれであれば、うん、結構なんか壮大なものをなんか想像されてる気がしていて、私なんかはその5分とか時間がなければ、ここだってずっと多分見てたら結構時間かかると思うんですよね。そういう5分の道を1時間かけるっていうか、0、1、2歳とあと高齢者の方も多分すごくね行きたがると思うんですよ。すごいゆっくりちょっとでもいいから森に行きたいみたいな人たちってそういうショートトレイル本当好きなので、青空にホオノキが抜けてるとこなんかすごく感じがいいと思うんですよね。遠州林は針葉樹、ヒノキや杉が多いから、この身近で広葉樹のところでお客さんに触れてもらうっていうのはすごく価値があるよね。こん
なに葉っぱが違う木が生えてるんだなって、ここから見上げただけでも思えるの、うん、そうそう、あの太陽光線を透かした葉っぱのところとか、そういったのをさ、そういったあの普段森に来れない方たちに感じてもらえれば。夏なんかセミの声が上から降ってくるみたいな感覚って外だと聞こえないです。見てればなんか一緒かと思うけど、入ったら全然、ここやっぱここにいるだけでいいような気がする。私はどうしたらいいんだろうね。だからいろんなパターンの人いるね。だから知的になんかそういうことを知りたいとかもあれば、ね、ただただここに佇むだけでも気持ちいいじゃん。そうそう、 あれいいですね、これほら葉の後ろに気づくんですもんね、うんうん、あそこセミの抜け場。自分がこう森の中に入っていいなっていうふうに思う気持ちは、きっとここに来てくれる人もきっと森の中に連れて行ったら、ここいいな、気持ちがいいなとか思ってもらえるのかなというふうに思ったので、どうせならこう森の中に行ってみようとか、あ、行けるんだなっていうふうに思ってもらえるような何かが思いつけたらいいなというふうに思ってます。アートさんの、一つ、キーワードでここに残っているのが、伝えることは諦めないでっていうことが、すごく残っていて、どんどんチャレンジして、受け入れていく心を、構えというか、そこから、スタートするものもいろいろあるんだなということは、すごい大きなきっかけだった。世間でそういう思いやり駐車場がやっているからやろうっていうんじゃなくて、やっぱ何のためにそれをやるんだっていうのが、この必要なんだなって。結果的には車椅子の方も子どもの方も同じ視点になるので、車椅子の方のためにやるっていうのではなくて、もうみんなのためにその高さでこういうものを作るっていうのは大事なんだなっていうふうに思いました。普段私たちがこうじゃないのって勝手に思っちゃってることにすごく誤解があるんだっていうことも気づかせてもらって、まあ、様々な意味での気づきが与えてもらえたっていうのは私にとってはすごく宝だと思ってます。で、まあ、森の巣って混ざり場っていうふうに言ってはいるんですけども、ただ一方で混ざることも大事だけど分けなきゃいけないっていう場面もあるし、あとまあいろんな多分これから批判や誤解も生んでしまうと思うんですけども、まあ、それは恐れずに、まあ、ちゃんと対話しながらこう解いていくっていう、その姿勢も大事だなっていうこと。届かないとこ帰ってもらう時あるじゃない。でも僕ら今までの状態って、かゆい人がいるのも気づかなかったし、かゆい人も今もまだかゆいって言ってくれてない、その接点がないんですよね。でもその人の解消するにはやっぱり書き始めないと、それよりも右とか上とか強くとかって言えないじゃん。やっぱりそのお互いの書き始めることを僕はどんどんこれからやっていきたいなっていうか、でももちろんかゆい人がかゆいんです書いてくださいって言ってもらいやすい環境を作りたいと思ってて、ちゃんとお互いにコミュニケーションし合えるような、でこれもまたかゆいところも人によっても違うし強さも違うし、そういうことをなんか普通にできる空間に森の巣になってったらいいなと思うし、実はインクルーシブっていうのは参加することが重要っていうふうに一番言われていて、その人なりの、例えば同じことができなくても一緒に走れないとかでも、その人なりの役割があるっていうことがすごく重要なんですよね。逆に今度ゆくゆくはですね、やっぱりスタッフ、私たちこういうスタッフが普通にいるんですよっていう、よく博物館なんかでも知的障害の方がスタッフにいるとか、車椅子の方がスタッフにいるっていうことは、来る親御さんたちも、なんていうんですかね、夢が持てるんですよね。実際スタッフにいればいつも聞くことができるわけですよ。インクルーシブっていうのは目的地じゃなくてジャーニーだと、私は旅っていうふうにいつも訳すんですね。で、旅っていうのは例えばすごい豪華客船の旅もバックパッカーの旅であっても、予算がなくっても人もいないしとか、いい仲間がいてもやっぱ楽しまではいかんと思うんですね、せっかくなので。なのでぜひそのジャーニーを皆さんと一緒にずっと楽しんでいけたらなというふうに思っています。